ワインカントリー、ナパ、ヨーントビル、セントヒリーナ、カリストガ及びユカイアがある。アレクサンダーバレー、ソノマ郡、ワインカントリーは一般にナパ、ソノマ及びメンドシーの各郡の集合とみなされている。しかし、いくつかの文献では、レーク郡の一部を含めている。これらの郡には、次のようなブドウ栽培地域が含まれている。6郡にまたがる、ノースコーストブドウ栽培地域はここで定義する、ワインカントリーと重なっている。さらに、郡の名称自体は、原産地名称として、法的なものである。ヨーントビルの昔の鉄道駅。ナパバレーにある、ワインカントリーの前史時代、紀元前約8000年以来インディアンのいくつかの種族がこの地域に住んでいた。主要な部族としては、ポモ族、海岸、ミウォク族、ワッポ族及びパトウィン族であり、その初期の人々は、ある形態での農業を行っていたが、おそらくは、ブドウの栽培は行っていなかった。メキシコの植民地となって以降、ヨーロッパ人開拓者がワインカントリーにより、積極的な形で農業を持ち込み、その中には、ブドウの栽培とワイン作りがあった。カリフォルニアを州として設立する出来事によって、ワインカントリーを生み出す動きが起こった。アゴストン・ハラズシーが、ソノマ郡のアロヨセコ・クリーク下流域にブドウを植えることによって、ソノマ郡のカリフォルニアワイン産業の先駆者になったとされている。カリフォルニアでは、最古の商業ワイン醸造所であるブエナビスタ醸造所とカリフォルニアでは最古の家族が運営したワイン醸造所であるグントラック・ブントシュ醸造所がある場所としてソノマバレーはカリフォルニアワインの生誕地として知られている。多様な水生動物と陸生動物がワインカントリーとその水辺域に生息している。冬のマスノスケ、デルタスメルト及びニジマスが最も著名な魚類である。ソノマクリーク、ナパ川さらにはサンタローザ湖での魚類の回遊が主流だけでなく多くの支流においても広範に調査されてきた。これらの調査により、主に堆積物のために、またその結果19世紀以来水辺の植生がなくなってきたため、これらの種にとって産卵や生息の価値が減少していることが明らかになってきた。ワインカントリーには様々なサンショウウオ、ヘビ及びカワズも住んでいる。連邦政府が絶滅危惧種に挙げたカリフォルニアアカーシカエルがアナデル州立公園南斜面の北側水域に生息している。いくつかの絶滅危惧種が主にナパソノマ湿地に生息しており、カリフォルニアオニクイナ、カリフォルニアクロコクイナ、カリフォルニア褐色ペリカン、カリフォルニアシミズエビ、円錐型カヤネズミ、サスーントガリネズミ、サクラメントスプリットテールなどである。上記の種のうちスプリットテール、クロコクイナ及びニジマスは、連邦政府の指定する絶滅の恐れがある種であり、その他は絶滅危惧種である。高原の生態系は、カリフォルニア多くの森林、シャパラル及びサバンナソリンの混成である。ここでは、オグロシカ、コヨーテ、スカンク、アライグマ、フクロネズミ、野生の七面鳥、ヒメコンドル、赤オノスリなどが見られ、時にはボブキャットやマウンテンライオンも出てくる。高原の樹種としては、コーストライブオーク、ゲイリーオーク、パシフィックマドロナ、カリフォルニアトチノキ、ダグラスファーがあり、バレーの底部ではバレーオークが支配的である。サンタローザのセントフランシスワイナリーワインカントリーでは観光業が隆盛している。1975年には、ナパバレーにわずか25カ所のワイン、醸造所しかなかったが、今日では、ナパ郡とソノマ郡で400カ所以上がある。観光客は、ワインの試飲だけでなく、ハイキング、サイクリング、熱気球及び、歴史遺跡探求のためにこの地域を訪れ、また様々な料理も楽しめる。ワインカントリーには、多くの著名なシェフやレストラン経営者がおり、例えば、トマス・ケラー、ジョン・アッシュ、およびソンドラ・バーンスタインなどである。ワイン醸造所という魅力のほか、温泉浴、化石化した樹木など、自然の資源も豊富にある。ナパバレーワイントレイン観光鉄道でもある。ナパバレーワイントレインも観光客に人気である。ワインカントリーの観光ブームは特に夏の週末にカリフォルニア州道29号線が渋滞するために下火になりつつある。この時期は多くの観光客が訪れるために道路の許容量を超えることが多い。ナパバレーは都市化の波と道路の高規格化の進行も圧力となりつつある。飛行機を利用する場合は、チャールズ・M・シュルツ・ソノマカウンティ空港か、ナパ郡空港を用いる場合が多い。ナパバレーはイントレインという観光列車が運行されており、高い人気を誇る。2017年からソノママリンエリア鉄道が運行されている。ありがとうございます。